ペテル・エンケルマンは、フィンランド・トゥルク出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。2003年11月にアストン・ビラ FC から、ブラックバンド・オーバーズ FC に期限付き移籍し、ブラッド・フリーデルの控え GK を務めた。翌年1月6日には3年半の契約で、完全移籍することが決定した。移籍金は15万ポンドで、 出場試愛数とブラックバーンの順位によって上乗せされる条項が含まれている。カーディフシティ FC 対談後の2010年8月9日、セント・ジョンストン FC に2年契約で加入し、スコティッシュ・プレミアリーグにプレイの場を移した。2013年1月にハート・オブ・ミドロシアン FC との契約を解除し、フリーとなるが、同年6月にフック・マリエハ・ムニエ加入し母国に、 復帰。半年間プレイし、同年末をもって現役引退を表明した。アストンビラ FC 在籍中の2002年9月16日、バーミンガムシテ FC とのダービーにおいて DF オロフ、メルベリからのスローインをトラップミスし、これが足に接触したと判断されてオーンゴールとなった。ありがとうございます。